暑い日が続きますが熱海市で昨夜スポーツ少年団の指導者らを対象に熱中症予防と対策について講演が行われました講演したのは日本スポーツ協会公認スポーツドクターの渡辺修一さんでスポーツ少年団の指導者や保護者らが参加しました脱水が一番怖いですよね 脱水状態になると本当に熱中症がどんどん,どん悪化していくということです。渡辺さんは熱中症のメカニズムや症状などを説明し、熱中症を防ぐには休息を取り安静にさせ、涼しいところで体を冷やし、蛍光補水液を飲ませることだと話しました。また、スポーツする上で練習中は15分から20分ごとに コップ1杯程度の水分補給が大切で糖分が含まれるスポーツドリンクではなく経口補水液が良いと説明していました。